はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人、パーティーゲームです。はい、本日対談ラジオの方をお送りいたします。ゲストの方をご紹介いたします。ブログの常連さん、ラットサーキンさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。さて、実はこのラジオがね、連続撮りだということは誰も知らないという今言っちゃいましたけど、撮れるときに撮っておきたいので、ね、よろしければお付き合いくださいということではい、今回はですね、まあ何のお話をしようかと先ほどいっぱい話をして、ゲームではね、ちょっとまあ付き物とされるバグのお話なんかをちょっとしてみてもいいかなと、はい、いうことで、バグ、まあ、ない方がいいんですけどね。ない方がいいです。ない方がいいんですけど、ね、どうしてもついて回る課題ですから。はい。それでね、楽しいこともあれば、悲しいこともあったりしたと思うので、なんかその辺の話も含めてですね、バグ、はい、まあ、不具合の話をちょっとしてみようかと思います。はい。はい。最近なんかありました？バグ。あ、バグが多いと有名な、まあ、スカイリムの話ですね。ああ、はい。スカイリム。私も今まで、ちっこいバグならあったんですね。まあ、ストーリーに、あれ、進行に影響がないバグだとか。はい、まあ、そういうのだったら、まあ、無視できるんですけど、間、まあ、クエストで、そのクエストが終われば、まあ、実績ですね。まあ、プレステ3で言うならトロフィーが出るっていう、一歩直前まで来たのに限って、ストーリーが全く進まなくなってしまったっていう。ほうほうほう。しかもそれがいくらネットで探してもみんなそこでバグが起きたっていうことを一切ないんで、対処法もわからないまま、どうしようもなく、その後味が悪いままもう終わらせちゃったっていう。ああ、諦めちゃったと。他の、まあ、メインストーリーはもうすでにクリアしていて、そのサブミッションをクリアすれば、まあ、あらかた、片付いたな、片付いて終わりっていうことにしようと思ったんですけど、終わるに終われない状況になっちゃったんで。なんとも後味の最悪な終わり方になっちゃったんですね。海外の作品ってね、どうしてもなんか、そういうのが、バグがね、多いイメージがあるといえばありますよね。うん、まあ、私もフォールアウト3なんか遊んでて、まあ、バグが多いと言って、私自身はそんなに引っかからなかったんですけど、それでも何回か止まったりはしましたから。うん、私の場合は、なんか Xbox 360版を遊んだからか、まあそんなにかからなくて、PlayStation 3版を遊んだ方は結構ね、なんか非常に機械機械なバグをお話しされてましたけどね。まあまあ、しかしね、その、なんだろう、最近バグが多いなんていうことをよく言われますけど、バグが多いのはね、別に最近に限った話ではないなと。多いと言ったら、下手したら昔の方がもっとあったんじゃないかという。思いますよね、本当に。まあ、ね、有名なバグなんかちょっとね、ピックアップしてみましたけど、例えばまあ、ファミコンのスーパーマリオブラザーズなんかも有名でね。ありえないステージっていう。ワールド級ですね。当時はね、それこそあれ、なんかそれこそ雑誌でネタとして取り上げられるレベルのね、ものだったと思いますし、まあ、それはそれで言ってしまえばプレイはできたんでしょうから。あ、そうですね。もちろん保証はしなかったでしょうけど。自己責任で。自己責任でどうぞってことでね。で、スーパーファミコンでもね、あれか、西のカービィのスーパーデラックスなんかは有名ですよね。有名ですね。ね、電源つけてバーンって開いたら000って。私はそれのせいで、一番最後の銀河に願いをのコピーを全部集められた記憶がないという。なるほど。私はね、100% 行ったことはあるんですけど、言っても確かに、起動した瞬間、あってなった経験は何回も。まあ、逆に言えばそのおかげで何周もプレイする、ハメになったみたいな。そんな、まあ、経験もありましたけどね。もしかしたら踊らされてるんじゃないのか、みたいなね。なんか、ですかね、スーパーファミコン他になかったかな。なんか、ストリートファイターズね。あるとか、どうとか。ファミコンだったか、まあ、筐体の話だったか、どっちだか忘れましたけど、その、ガイルが特定の行動した後だったら、相手を無条件に投げられるっていうバグがありましたね。相手が、無敵である昇竜拳をやっている最中であろうが、相手がダウンしている最中であろうが、それをすれば、問答無用で投げれてしまうっていう。バグが。どこにいてもですか？
どこにいても、うん、確かそうだった気がある。確か、多分大丈夫だった気がする。しかもそれが連続で、まあシビアですけど、確か連続でできるので、うん、それを上手い人だったら、それやられたらもう死ぬまでずっと投げ続けられるっていうのがありましたね。ねえ、そんなんやったら間違いなくリアルファイトに勝てる。リアルファイトに多分なります。間違いなく。なるほどね。瞬間移動投げてとかですかね。瞬間移動投げておられたらなんかバーチャファイター2が私は思い浮かんじゃうんですけどね。なんか、あったんですよ。バーチャファイター2でも。だようなというか、特定のキャラと、相手も確か特定のキャラじゃなかないといけなかったような気がするんですけど。はい。うん。お互いが両端にいたら、瞬間移動して、投げてるっていう、なんじゃこらみたいなのが、なんかあったような記憶がありますね。まあ私がやったのはね、パソコン版だったので、しかも非売品の。ほう。あの、いや、パソコン買ったらついてたんですよ。だから、もしかしたら、まあ、そのバージョンだけ、かもしれないですけど。どうなんだろうな。まあ、まあいいわ。はい。で、まあ、任天堂64とかもね、結構いろいろ全体的にあったとかどうとかっていう感じですけど。うん、まあ、個人的にあったことあるのは、まあ、007で、見た目がすごいおかしくなるんですね。建物の色っていうの色とかがなんかめちゃくちゃになってて、まあ、プレイできなくはないんですけど、まあ、なんかこう、見た目がなんか気持ち悪いような、こう異世界になると。そういう感じになっちゃったことはありますね。ゴールデンアイ007じゃねえよと、いう感じになると。まあ、ゴールデンアイだけじゃなくて、多分マリオとかでも多分なった気がしますね。ああ。64とかでも。ロムカセットのあれですかね、影響ですかね。まあ、64って有名なのは、その初代、大乱闘スマッシュブラザーズなんかはね、はい、あの、即 999% ダメージが溜まるやつとかもなんかあったような気がしますし。コーラをいっぱい出して。そう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 。まあ、だから、そうだね。まあ、録音の頃も結構いろいろありましたし、うん。カセット半抜きバグとかもありましたもんね。それはわざと自分でバグを楽しむっていう目的ですけど。保証はしませんけど。保証はしませんけど。同じことです。で、プレイステーションで有名なのは、僕の夏休みの8月32日。日にちとしてもありえないですからね。有名でしたよね。誰もいなくて、日記はめちゃくちゃになっててっていう。ねえ。どんどん僕くんもおかしくなってきますからね。ねえ、肝試しよりも怖い。この状況が、みたいなね。まさに夏休みの締めくくりがこれでいいのか、みたいな感じでしたけど。そういう場が有名でしたよね。あとは、まあでも、だいぶね、その、新しいものになってくると、今度はこの楽しいバグというよりはね、本当のバグがやっぱ増えてはきますから。遊べなくなってしまうバグっていうのかな。まあ、私が経験したことある中だったら、まあ経験はしたことないですけど、遊んだソフトでそういう不具合があったっていう中で言うと、まあ、ソウルキャリバー3が、はい、あの、カードに、あの、メモリーカードがね、あの壊れちゃうっていう、まあね、当時すごい、まあ、すごかったですね。あれは。対応も若干遅かったっていうのも。遅かったですね。それで、まあ、それは売るしかないよね。ここ悪いとか言われたら。さすがにそのためにメモリーカードをもう一個買うかって言われたら、なんかそこまで来てって感じになっちゃったし。まあ、もったいなかったなと思いますけどね。作品自体は本当に良かった。作品自体は良かったらしいですけどね、だいぶ。最近だったらそれこそ、まあ、ニューラブプラスなんかもね、ちょっと、うん。物議を申しましたけどね。いろいろと。そう、バレンタインに発売したのに、全然バレンタイン、のような華やかな光景ではなくなったみたいなね。なんかいろいろ問題があって、まあ、結局、対応、まあ、遅いわけでもなかったですけど、まあ、結構複雑な対応になってしまっただけにね、対応も遅くなっちゃったし、結構手順も難しくて、対応の手順すらもね、あの、誤ってしまえば、あってことになりかねなくあって、まあ、ちょっとね、いろいろ足を引っ張ってしまったところがありましたね。ちなみに今までで一番ショックだったバグとかまあ、
バグに入るかどうかちょっと微妙ですけど、まあ一番ショックだったのは、動物、あ、DS のおいでよ動物の森のデータが消えたことですね。ほとんど物もいっぱい集めて、はいはい、当時、あの DS ですから、あの、ダウンロードでしかもらえないアイテムとかあるじゃないですか。ありますね。ああいうのも一応きっかり集めてたのに、うん、電源つけたら全部消えてて。それ以降、動物の森をやらなくなりましたね。もう、信用できんと。もう、やらないと。いや、それは、ねえ、だって結構、コンプリートされてたんでしたよね、確か。結構してましたね。何十時間、何百時間とかかってね。カタログを全部埋めてやるっていう気だったのに。それがあとちょっとでっていうところで消えたんですね。ねえ。もう、さっきのスカイリム以上に後味の悪かった。後味がすごい悪いです。ねえ。いや、本当に。ソロライフ系なんでね、いろいろやり込み要素が多いですから、おのずとね、プレイ時間結構長くなりますし、それだけに、ね、あーってなったら、そりゃトラウマですよ。本当に。もうダメです。で、トラウマという意味で言ったら、私の一番は、あの、テレビゲーム機ではなくなっちゃうんですけど、まあ、パソコンのオンラインゲームなんですけど、はい、まあ、エミルクロニクルオンラインっていうのが、まあ、今も、まあ、やってる MMORPG なんですけど、はい、まあ、ベータテストに参加してたんですね、私は。うん。まあ、ベータテスト終わったら月額課金発生だったので、まあ、その前、まあ、その前というか、まあ、ベータテストの段階でやめはしたんですけど、ベータテストやってる合間で、まあ、ログインしようとしたら勝手に再起動しちゃうみたいな現象が、まあ、起きちゃって、なんだこやと思ってずっと続けたら、ほんとインターネットが繋がらなくなって、それだけの問題じゃなくなり、インターネットにまで。インターネットが繋がらなくて、それで何ヶ月も、あ、それこそブログの更新できなかったですからね、その時は。うん、ブログの更新もできなくて、で、当時は、本当にブログ初期の頃で、まぁ、あ、ちょっと、若干の余談になりますけど、ブログ始めたきっかけが半熟ヒーローの、イベントだったんですね。はいはい。うん、インターネットでそういう集まりっていうのがあったんですけど、当時は、なんか定期的に半熟祭みたいなのがね、公式であって集まったりしてはね、なんかこう、チャットで語らいながらラジオを聞くみたいなのがあったんですけど、うん。まあ、参加できなくて、最終回も参加できなくて、結構ショックでしたね、あれは。まあね、私にとってそのブログのきっかけになった作品でも、あったので、そういう意味でもね、最後も、みんなと一緒に分け合い合いとと思ったら、ね、できなかったという。できなかったという。こいつのせいで。っていうのはね、結構ショックだったとは記憶してます。まあ、これも、バグなんかどうかちょっとわかりませんけどね。うん。パソコンっていろいろ難しいですから。なので、まあ、その割にはね、復旧したら、またプレイしましたけど。懲りてねえなって言ってね。懲りなかった。そう。で、懲りなくて、オープンベータ最終日に、まだやらかしたと。その後はまあ割とすぐに元通りにはなりましたけど、まあ、なんか最終日に来れなかった人みたいな感じになってるというか、ね、オンラインにしてもさっきの半熟にしても何、何なんか、それこそ後味の悪い話だったなと。確かにそうですね。最後を見れないっていうのは。そう。なんかそんな記憶がございます。はい。まあでもちょっと今ね、お話をさせていただいてた中でも少し、それっぽい感じでしたけど、はい、いわゆる昔のバグと今のバグみたいなのを見返してみると、なんていうのかな、その昔のバグって、まあその当然致命的なバグもあったと思うんですけど、はい、そのなんかバグ自体を楽しんでたところはあったような気がするんですよ。そうですね。今そんなことないじゃないですか、絶対ってか。確かに。そんなにないですね。まあだからその昔はね、やっぱりそのできることも表現されることも限られた中で、なんかその、なんか地底外の新しい何かを見つけただけでもまあ嬉しかったっていうのはあったかもしれませんし、うん。あとは当然昔表現が少ない分、はい、なんだろう、割と多少のバグで根本的にシステムが揺らがないこともある。まあね、マリオのワールド Q なんかそうですけど、まあそうですね。バグのくせに普通に楽しめるしみたいな。こともあったりして、なんか、その今のねゲームっていうのはどうしても表現力だの性能が上がってきた分、
中身の作り込みが、ま、すごくね、しっかりしてきてると。だから、それだけに、一個でもおかしいところあると、本当にま、もうすぐおかしくなっちゃうんでしょうね、全部。でしょうね。まあ、言うならば敏感になってると。ゲーム機的に言うなら。まあ、敏感って言ったら昔のゲーム機の方が敏感とも言えるんですけどね。だって、本体なんか触りゃせんかったでしょ、全体。絶対そうですね。コントローラーちょこっとでもこうやっちゃうと、それで本体動いちゃうと、すぐパッて消えたりしちゃいましたからね。怖かったですね、触るのが。それで一つ余談になりますけど、その、友達と二人で、まあ、スーパーファミコンでミュータントウォリアーズの格闘ゲームをやってたんですよ。はいはい、で、その時、まあ私がそれ、確か負けたんですよね。それで、意外とあれコントローラーのコード短いじゃないですか。ああ、そうですね。あーってや、負けたからあーってやったらこの本体がガシャーンってなっちゃったんですよ。あー終わっちゃったって言っても、まあ格闘ゲームだから別に消えてもまた付け直せば特にないじゃないですか。はい。データとかはあんまり。だからまあ気を取り直して、こうリセットしてやり直したら、なんと隠しキャラが全部出てたっていう。あーなるほどなるほど。逆のパターンですね。そう。まさにびっくりです。なんか得した気分にはない。したけど、まあ結局それ消してまた次やろうと思ったらなくなってたんですけど。ああ、そうなんですか。一回限りですか。一回限り。ああ、なるほど、なるほど。ああ、それは面白いですね、なんか。スーパーファミコンでね、その、さっき言った、まあ本当に、それこそ起動中に触ったり動かしたりなんかしても、絶対ブーってなるじゃないですか。なりますね。で、それこそドラゴンクエストでそれやったらもう、その後、間違いなく、あの、呪いの曲が流れるでしょ。聞きたくない曲。ね、曲っていうか。ね、お気の毒ですがって。お気の毒も何もって話でね。ね、私なんかは、まあ。みたいに嫌がってみたいに。そう本当ですか。なんか、そう、まあ私なんか、友達から書いたドラゴンクエスト5なんかはね、すごいデータが消えやすかった記憶があって。しょっちゅうそんな曲を聴いてたような気がしてね。やっぱトラウマになりますね。なんか。なんていう風にね、まあその、それはね、確かにね、今の話も本当に致命的なバグというか、まあ不具合ですよね、うん。不具合ではあると思うんですけど。でも、遊んでたよなと思って。まあ、なんだかんだ言いつつも。だから、やっぱそれだけ、まあ、まあ、他に遊ぶものがなかったか、あるいは、それだけそのソフトを大切に思えてたかどうかってことなのかなと思ったりするんですよね。そうですね。割とね、なんかこう、言い方悪いかもしれないですけど、今のユーザーって、昔ほどゲームを大事にしてない気がしてるんですね。正直言って。他にも娯楽がいっぱいあるっていうのもあるんじゃないですかね。あると思います。それに、まあちょっとまあ、めめどくさがり屋になってたりとかね。娯楽にお金を出すということがどうしてもどんどん辛くなってきてる部分があるとかね。まあいろんな理由があって、なんか大事にしなきゃ。まあもっと言うなら、まあね、無料で楽しめる環境とかも出てき始めてますから。そうですね。そういうものが出てくると、なんかどうしてもね、ゲームを大事にしなくなっていくというか。で、それの、まあ延長線上で、ちょっとでもバグが出れば、ね、ギャーギャー騒ぐと。ちょっとでもダメだと思ったら、気に捨てちゃうというか。まあまあもちろんね、ダメなバグあるんですよ、いっぱい。まあまあ、それはダメですけど、当然。それをね、なんかこう、何のそのって言って、やってた昔と、もう一回経験したらもう二度とそういう経験したくないから、もう嫌だってなっちゃうっていうことは、それだけなんか時間を気にするようになったのかなって思いますよね。ああ、それはありますね。どうしてもね、大人になると、時間、楽しめる時間なんかがどうしても限られてくるというか、限られるような印象になってしまうので。それがなんか、まあ言ってしまえばもっと言うならなんか昔と今というよりは子供と大人の違いかもしれませんけどね。それはありますね。もしかしたら子供だったら今もね、ポケモンなりなんなり、やっぱずっと大切です。まあぶっ壊れちゃってもね、その瞬間は泣いてお母さんに、ね、だだこねるけど、結局その後ゲロッとなってまた遊び始めるんじゃないかな、なんて思ったりしますけどね。だから、まあ昔と今というよりは、子供と大人の違いなのかなと。とこはちょっとありますね。まあね、なんかそういう人、ね、大人だからゲームを大事にしないっていうのも、なんかこれは寂しい話でね。まあ、なんだろうな、なんか、銀から金までだと思うんですよ、そのゲーム名のゴミ。そうですね。
小さい頃はね、そのゲームっていう媒体が面白いとかね、わかる、その、楽しめる要素としてわかりやすい存在ですから、割とまあ飛びつきやすいとは思うんですけど、うん、まあ、その年齢を重ねていくにあたって、どっかでね、境目って出てくると思うんですよ。中学生ぐらいになったらゲームやらなくなって、例えばスポーツに勤しむとかね、どっかでいろんな分岐がある中で、まあ、少なくとも私とラッキーさんだったり、あの、遊んでると。うん、まあ、そうですね。まあ、ある種、数少ないかもしれません。まあ、逆に、後になって、ようやくゲームにね、まあ、触り始めたっていう方もいるでしょうし、いろんな方はいますけど、まあ、まあ、大人になるとね、やっぱある程度お金が自由になるからこそ、まあ、買おうと思ったら買えちゃうと。まあ、そうですね。買おうと思ったら買えちゃうから、買わないみたいなことになってるというか、なんかそういうところもあると思うんですね。だからなんか、大事にしないというか、もっと言うならね、気になかったらもうすぐ売れるじゃないですか、今。まあ、そうですね。まあ、昔も売れたっちゃ売れたけど、なんか子供の頃はそんなことしなかったよね。しなかったですね。気にならないから、これ売って他のやつ買うなんて言わんでしょ、多分。なかったですね。なんだかんだで我慢してぼちぼちやって、もしかしたらその後面白くなってきたかも、みたいなことに、ね、なるかもしれない。うん。やっぱ違うと思いますね、そういうところを考えると。ですね。ねえ、そう聞くと、じゃあ今の私はゲームを大事にしてないのかって言われると、まあ、どうなんでしょうね。私はいろんなゲームを遊びたい身ですから、どうしてもゲームを売るという選択をしてしまうもんですから、それはね、見ようによっては大事にしてないと思取られることがありますけどね。うん、私は逆に溜め込みすぎてプレイできてないから、これもどうなのかって思います。どっちもどっちですね、確かに。難しいですね、ゲームへの愛情っていうのは。まあ、ゲームってね、本当に、音楽なり映像なり、まあ、エンターテインメントとしての要素があまりにもいっぱい入ってますから、どこが好きで楽しんでるか、絶対人それぞれだと思うんですよ。そうですね。下手したら本当にコレクションでしかないっていう人もいるでしょうし。それはないとも言い切れませんね。まあ、それだけにね、なんかこう、ゲームのことが深く深く分かってしまったからこそ大事にできなくなってる。ようなところもあるのかなと思ったり、まあ単純に衝動買いしすぎなのかもしれませんけど、まあそれは否定できませんね。まあまあいろいろ考えてもなんか大人になるってこういうことなのかねなんて思ったりしますけど、まあでもそうだなバグ、まあこれからもねまあいろんなゲーム機出てきて、まあ次世代機もね、まあ、相変わらずいろいろ出ていく中で。まあ、どんどん性能が良くなったり、ゲーム内容が複雑になったり。あるいは、まあ、その分、バグもついてくると。そうですね。あるいは、まあ、新しいデバイスなんかもあったりしますからね。そう。初期の頃なんかは多分作り慣れてないところもあるでしょうから、あれって思うことも多分あると思うんですよ、なんとなく。うん。そういうところも含めて、まあ、どうしてもね、バグっていうのは、ゲームを作る上ではついて回ります。まあ、ね、ゲームクリエイターだったらいいですから、まあ、尺も承知って感じなんですけどね。実際に私もそのいわゆるデバッグと呼ばれるものを、はい、まあもちろんやったことがありますし、こう大変です。当然一人や二人でできることじゃないですし、うん、特定のこの条件のこういう方法でしかみたいなことをね、まあ、でしまえば限られた人数でしかできないっていうのがやっぱ大きくてね、その、なんだろう。こういう言い方をするとね、ちょっとまあ、極端だと思うんですけど、いわゆるデバッカーっていうのは何十何百人ぐらいのもんなんですよ、せいぜい。はい。その後、完成して、世に出た時、何千何万何十万っていう方に遊んでいただくって考えたら、どっちがバグ見つけやすいかって言ったら、やっぱりユーザーが見つけやすいことになる。まあ、プレイ人数に比例しますよね、そりゃ。そう考えるとね、結構その、バグを取り除くっていうのは、本当に物量も必要ですし、ねえ、物量があれば 100% 防げるかって言ったら、そんなもんね人間ですから逃すことはいくんですよ。はっきり。ですから、そういう意味でもね、これからもバグっていうのはね、結構、まあ、深く付き合っていかなきゃ、まあ、永遠の課題ですね、本当に。あ、そうですね。逆に言うとね、今後、そのバグに対してどうしていくかって言ったら、当然まあ、それをね、極力減らす効率的な開発の仕方ももちろん大事なんですけど、まあ、例えば、どうしようもないことを考えてアップデートができる前提の環境にするっていうのももしかしたら一つの考え方なのかもしれませんし。うん。まあいろんな形でね、まあバグは多いけど、対応しようと思えば対応できる手段って今たくさんあるので、
そうですね。まあ、ね、それで何とかしていくしかないですからね。うん。起きちゃった。手がないですもんね。起きちゃったもんは仕方ないんで。まあ、いろいろありますけど。まあ、それも一つの共感だとは思ってるんで。いや、ですね、作り手からしても、ああ、とかね。あると思うんですよ。ああ、知ってる知ってるとか。こんなに言ったらすごいね、悪いですけど、でも実際ね、そういう風に、まあ私も作り手だったこともありますから、そういう風に思っちゃうこともありました、はっきり。だから、まあある種一つの共感材料として思えば、もしかしたら楽しめるところもあるかもしれませんし。まあ当然それをね、曲にはするわけですから。そんなね、作り手だってバカじゃないんですから。バカなんて出したくねえですよ、誰だって。まあそういう意味でもね、まあ、これからバグは永遠に付き合っていかなきゃいけないけど、まあ、いろいろ考えられてはきてるので。うん、まあ、そうだね、バグにめげずに楽しみましょうということで。ね、なかなかうまいこと締められないので、これぐらいで締めましょうかね。はい。はい。ということでですね、ちょっと今回、まあ、ちょっと前面白いじゃないですけど、バグについてちょっとね、ラッサーチンさんとお話をしてみました。はい。まあ、これからね、それこそ動物の森の時のような、ご大層なバグに巡り合わないよう、まあ、祈りながら、ね。祈るしかないですね、こればっかりは。ね、楽しんでいきましょうかね。はい。ということで、また、機会がありましたら、ラジオの方、よろしければ参加していただければと思いますので。はい。こちらこそ。はい。まあ、私が呼んでるんでね。まあ。あれなんですけど。はい。ということで、ダットサーキンさん、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。